松坂、一郎さんの顔が怖かった。平成の怪物と呼ばれた男の引退から約3年。現役時代の本人の記憶に残るベストゲームはどれなのか。松坂は引退会見で聞かれるかもしれないと思い、当時いろいろ思い返していたんですが、例えば現役時代のベストピッチ、ベストゲームとか聞かれたらなかなか難しいんですよ。いろいろありすぎて、と。現役最高の一球、投球は候補が多すぎて決められないトトロ。その一方で、じゃあ悔いが残るとしたら、って聞かれたら、メジャーに行ってからの、イチローさんに対しての初球です。と。最も後悔している一球についてはメジャー時代にイチロー氏に投げた球を挙げた。イチローと松坂とかいう仲が良いのか悪いのかわからないコンビ。現役引退の時にはわざわざイチローが花束持ってきてたしな。戦友という表現が似合う気がする。お前真のそこで野球を舐めてるだろ。これほんまに今考えてもゾワッとするよな。女子から言われた怖い言葉ランキング上位。松坂はボストン、レッドソックス移籍1年目の2007年4月12日、マリナーズ戦で2000年以来7年ぶりにイチロー氏と対戦。投打の日本人スターのメジャー初対決に大きな注目が集まる中、松坂は第1打席の初球にカーブを投げストライクを奪っている。イチロー氏との初対決に向けては、初球はストレートを投げることを試合前に保守、バリテックに伝えていたという松坂。ところが、いざ対決を迎える直前にバリテックから、どうする？ストレートでいいのか？と再度行こうと問われたため、いや、さっきストレート行くって話したじゃん、と内心困惑しながらもカーブへ配球を変更したという。そこで迷っちゃう僕もダメなんですけど、と。バリテックに流され初球ストレートを取りやめたことを悔やんだ松坂、未だに初球の後のイチローさんの顔は忘れられないんだよな、と。カーブを投げた直後のイチロー氏のにらみつけるような表情は今でも強く記憶に残っていると苦笑いで振り返った。確かに直後のイチローはかなり不満そうな表情してた。あの時はイチローが試合後も切れ気味だったのが印象深い。同戦のイチロー氏は松坂にカーブを投じられた直後、投球のリプレイ映像が流れるバックスクリーンを目を細めてにらみつけるように3秒ほど凝視。またイチロー氏は試合後にも、第1打席初球のカーブにはちょっと冷めちゃいました、と。報道陣の前で初球カーブに対する失望を口にしたことも伝えられた。イチローがストレート求めるなんて意外だよな。大谷なら言わなさそうだけどね。意外とイチローは勝負の美学みたいなものを大事にするぞ。イチローのにらみつける顔マジ怖かったわ。結局三振やろ。松坂はなぜかイチローの時だけ調子上がるイメージ。本人も引退後に、その日の調子が悪くてもイチローさんとの打席だけ調子が上がるって言ってたぞ。逆にイチローは調子悪くてもダルビッシュからだけはなぜか打つという事実。これからも動画投稿頑張るので、野球が好きなみんなはぜひチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。